日も学校の門の前でみんなのお友達かみんなもいたかもしれないけど、すごい元気な声で挨拶してる生徒ばっかりがいて、これは今日は気合い入れていかなあかんのというふうに思いながら、ちょっと気合い入れ直してきました。今日はみんなと一緒に働くことっていうのはどんだけ楽しいかっていうことと、働くことっていうのはどんな意味があるのかっていうことを、まあ、勉強というかこういろいろこう考えてみて、よしそうなんかっていうふうに自分の中で気づいて、そしてワクワクしてもらう。そしてまだすぐには働けないんですよ、みんなはね。みんなはまだすぐには働けないけど、このあとまだ働く前から働く準備で今日からできることがあるっていうことを持って帰っていってもらって、もう今日からどんどん働く準備をする、そんな時間にしたいと思っています。最初にみんなに質問があります。よく聞いてね。大人の人を見ることあると思うんです。例えば、コンビニエンスストアに行ったりとか、レストランに行ったりとか、駅で働いてる人もそうだと思うけど、世の中に働いてる大人の人いっぱいいるじゃない。その大人の人、もしかしたら学校の先生もそうだし、みんなのお父さんお母さんも働いてる人だよね。その働いてる大人の人を見て、うわー、仕事楽しそう、早く働きたいって思ってる人はちょっと手を挙げてみてください。うわー、マジっすか。誰もいないんだ。じゃあもう一個聞くね。大人の人が働いてるのを見て、うわ大変そう、疲れてんなって思ってる人は手を挙げてください。うおーありがとうございます。それは、みんなが悪いんじゃないね。それは僕が悪いです。僕今日大人の代表できてますからね。あと東條先生も大人の代表かな。じゃあ僕と東條先生が悪いんで2人で謝ります。じゃあいきます。皆さんごめんなさい。僕本当にそう思ってます。だって働くのが楽しいと思うか大変そうって思うかは、みんなは大人の人見て感じるしかないもんね。自分たちが大人になった時にどんな風な大人になれるかどうかってイメージって、今大人の人を見るしかないもんね。そりゃそうだよね。だから大人の人がものすごく楽しそうに働いてたら、うわー早く働きたいと思うだろうし、疲れてそうだったら、うわー大人になりたくねーって思うかもしれないよね。だからその責任は大人の僕たちにあると思ってますけど、じゃあ大人のせいだ終了だとみんなは楽しくなれないよね。なので今日はみんなが楽しくできるような、考えられるような考え方とか取り組み方を伝えようと思います。ちなみに僕は仕事が大好きです。もう毎日働くのが一番好き。僕の会社の社員さんも今日ね、カメラマンでイケメンの超有名でしょ。彼は僕の会社の社員さんです。僕は一応ちっちゃい会社の社長さん。どうですか、社長さん仕事楽しそうですか。やばいです。やばいです。もう毎日仕事するのが大好きで楽しくて仕方がないです。だから僕ね、子供2人いるんですよ。上の女の子がいちかって言うんですけど、一つの花って書いてね、世界に一つだけの花っていう字を書いていちかって言うんですけど、小学校5年生で、下の男の子が太陽のように人間の人で春人って言うんですけど、小学校2年生で2人ともいつも言ってます。いいなあ、父ちゃんは仕事に行けてって言ってます。でそれは僕が偉いからですね。偉いってことはないかな。偉いんじゃなくて好きなんですよ、仕事が。なんでそんなに仕事が好きかっていうと、働いてる時が一番なんかね、人の役に立ってるなって思えるんですよ。だって僕が一生懸命仕事をするとお客様が喜んでくれるからです。で僕が適当に仕事するとお客様は嬉しくないからです。ちなみに僕の今の仕事前の仕事の方がいいかな。僕は初めて仕事をし始めたのはマクドナルドです。バイトそうそう。みんなマック行ったことある人。あるよね。ハッピーセット大好きな人。そうでもないの。もう卒業はハッピーセット。早っ。3年で卒業なの今。早いね、みんな。まだまだいけるかと思ったけど。ご卒業おめでとうございます。じゃあマックフライポテトが好きな人。これ見た。ポテト美味しいよね。ありがとうございます。そのマクドナルドで働きました。アルバイトでね4年間やってました。が、でも4年間だとみんなの小学校より短いから4年間で、その後、いわゆる社員さん、要は仕事をしている働く人として21年間、だから合計25年ずっとマクドナルドで働いていました。もうその間ね、働くのが大好きでした。もうお店に行くのが楽しみでしょうがない。だってお店に行ってみんなと一生懸命お客様に喜んでもらいたいとか、お客様においしいハンバーガーをこう作りたいとかね、でお客様にいいサービスしてなんかちょっと笑顔になってもらいたいっていうことをやったら、お客さんが本当に笑顔になったりすると嬉しいじゃない。やっぱり自分が頑張ってやったことが目の前の人が笑顔になってくれたり、時にはありがとねって言ってくれたりするわけ。ありがとねって言われたら嬉しくない？嬉しいよね。それを毎日何十回も、多い日は何百回も言ってもらえる時があるわけで、正直に言うと言ってもらえなかった日もあります。言ってもらえなかった日はね、やっぱりね、一生懸命やらなかった日、自分がだから嫌なお客さんばっかり来る日なんかない。お客さんはもう一緒でも、働いてる自分が適当にやるとお客さんがあんまり喜んでくれなくて、一生懸命やるとお客さんがみんな喜んでくれる。なんて素晴らしいんだってだんだん分かるようになってきました。もちろん働き始めて最初から分かってたっていうわけじゃなくて、今振り返ってみるとそういう違いがあったなっていうことがよく分かるっていうことです。それぐらい働くっていうことは目の前の人に喜んでもらうっていうことなんです。つまり今日一つ目の結論だ。これ持って帰ってね、大事なことだね。働くこと、勝手に書いてるってこといいんですか？勝手に書いてる、そのために黒板があるんです。これ興奮しますね。僕学校の先生やったことないんでこの黒板に書くっていうのはだってモチベーション上がりますね。モチベーション上がるか、なんか気分が上がる、いい気分が上がる。働くことイコール人に喜んでもらうことです。はい、人に喜んでもらうことが気持ちいいと思う人、そうですよね。ありがとうございます。ありがとうございます。非常に喜んでもらったら嬉しいよね。やっぱり人にありがとうって言われたりとか、優しいねって言われたりとか、頑張ってるねって言われると気持ちいいじゃないですか。だから働くことは人に喜んでもらって自分も気分が良くなることなんです。だから本来働くことは楽しいことなんです。でもさっきも僕が言いましたけど、ちょっと今日は一生懸命できなかった日なんかはこの喜びを感じられないのでちょっと辛かったりする。でそれが多いと仕事してもつまんないっていう人もいるんです。これ現実です。だから大人の人を見て、うわこの人辛そうだなっていう人いますよね。それは別にその人が悪人なんじゃないんだけど、その人はちょっと今一生懸命働けてないから人に喜んでもらってる量がちっちゃくなっちゃってる。そうすると嬉しい気分になる時間が少なくなって仕事が辛くなったりする。だから全部働いて楽しくなるのか楽しくないっていうふうになるのかは、働いてる自分が決めてるってことです。だって一生懸命やるのか手を抜くのかを決めてるのはお客さんじゃないもんね。自分でしょ。みんなだって勉強するときそうでしょ。一生懸命勉強したらお父さんお母さんが喜んでくれたり先生が喜んでくれたりするかもしれないけど、それ決めてるのは先生とかお母さんじゃないもんね。みんなが一生懸命やったら喜んでくれるわけでしょ。なんか自分から一生懸命勉強したときにお母さんが「うわー自分から勉強してるすごい!」って喜んでもらったこととかない？あるよね。あるよね。で反対に今日もうめんどくせえなとかでゲームバーってやってるとお母さんガーってお見ようになんない？来るな！いつもないからゲームしとんじゃって言わない？ってなるよね。そう、それはね、働く時になるとお客さんを喜ばしてないで、一生懸命やってるとお客さんが喜んでる状態。それが働いて楽しいのか働いても楽しくないのかの違いです。だからみんなも今同じようなことを経験してます。大人になっても子供の時に一緒なの。人に喜んでもらえる状態を今自分がやってるのか、人に喜んでもらえるようなことをやっているのかはもう決まってます。だから今からでも取り組めるんです。例えばそうだな、アナと雪の女王、アナと雪の女王を見に行った人、だからおわあすごいね、人気だね、ありがとうございます。アナと雪の女王の歌を聴いたことがある人、ああこれ全員なんだ、おすごいね、やっぱり大人気なんだね。歌える人、あ、歌わせませんからね。歌わせません。ああ、やっぱ歌えるのすごいね。踊れる人、あれ踊りじゃないの？みんな踊るんじゃないの？踊る。まあ踊る子もいるもんね。うちの子、YouTube で踊ってるからね。アナと雪の女王、やっぱ楽しいからこれだけたくさんの人が見たり、音楽、歌を聴いたりしてるんですよ。嫌な気分になるんだったら見ないよね。嫌な気分になるんだったら歌わないでしょ。だからいい気分、楽しくなるからお客さんが喜ぶわけです。みんなはお客様なわけ。じゃあ「アナと雪の女王」はなんでこんなたくさんの人に喜んでもらえているかというと、働いてる人がいるからです。例えばあの映画の絵を描いた人、もう相当な時間をかけて描いてますよ、あの絵。だってアナが可愛いだけじゃないし、エルダが可愛いだけじゃなくて、背景のお城だったりとか氷のない、なんか本当に冷たそうな絵とか、もうびっしり描いてるでしょ。ちっちゃなお家とかお花とか、お花の色から本数からものすごく考えられてるわけ。この雰囲気、この感情を、エルザの寂しい気持ちとか表すためにはどんな背景がいいかとか、めちゃくちゃ考えて一生懸命、もう夜寝る暇も惜しんで頑張ってる人がいるわけだから伝わるんですよ。映画を撮影する人もそう、カメラを回す人も一生懸命どういう風な絵を撮ったらみんなが感情が、エルザの気持ちが分かるかな、アナの気持ちが分かるかなって撮ってるから、すごく伝わってくるし、音楽だってするんですよ。どんな音楽だったらこの雰囲気、この感情をみんなが味わってくれるから、喜んでくれるかな、楽しい気持ちになるから、悲しい気持ち一緒に共有できるかなって、一生懸命考えて作った音楽がタイミングよく流れるから、人が感動したり喜んだりできるんです。全てそうです。アナと雪の女王のグッズとかもあるかもしれないね。下敷きとかもあるかもしれないし、シールとかもあるかもしれない。あれも全部、あ、こういうものがあったら映画を見れてない時間にも楽しい気持ちになるんじゃないかなと思って、優しい気持ちになれる人がいるんじゃないかなと思って、その人に喜んでもらおうと思って作られたのがそのグッズだったりするんです。下敷きとか鉛筆とか。だから世の中の全て、働いている人が作り出しているものの大元、元は人に喜んでもらいたいっていう人の気持ちなんです。働くことっていうのはとにかく人の中にある、人に喜んでほしいっていう気持ちで全部出来上がってるところだから、みんなが今持ってる筆箱もそう、鉛筆もそう、消しゴムもそう、机だってそう、大事にしてたからです気持ち大事にしてた、そう、全部そう、T シャツだってそう、全部喜んでもらえると思って、こんな色がいいんじゃないかなとか、こんな素材だったらこうみんながね、運動会でこうやって激しく動いても気持ち悪くならないんじゃないかなとか、眼鏡だってそう、髪の毛だってそう、全部誰かがみんなのために喜んでもらえると思って考えて、考えただけじゃなくて一生懸命作り出して出来上がったものをみんなは使ってます。だから働いてる人がいなかったらみんなは生活できてないんです。全部世の中のものは働いてる人でできてます。時計だってそう、窓だってそう、学校だってそう、扇風機だってそう、蛍光灯だってそう、これ働いている人しか作ってません。世の中は働いている人が作ってるんです。だから働くってことが世界を作ってるってことなんです。みんなはそれを大人になったらやるんです。最高でしょ。働くことってのはもう人の役に立つことだし、人に喜んでもらえることなんです。でも今はまだね、すぐに働けないでしょ。めっちゃ働きたくなったかもしれないけど、だけど今からでもこれはできるじゃん。逆に言うと今はやんないけど大人になったらできないってことはないです。今から人に喜んでもらうっていう考え方とか行動、生き方をしている人は大人になった時にものすごく喜ばれる、働く人に変われますから、今から人に喜んでもらうためにはどんなことができるかってことを、ちょっとグループ、みんなでこうディスカッションっていうかな、話し合い、グループで話し合いをしようと思います。お手伝いするみんな素晴らしい話し合いをしてくれてありがとう。そして今日みんなで話し合って人に喜んでもらうために今からできること、これもう毎日やりましょう。しかもやり放題です。いくらやっても構いません。喜ばされすぎて嫌な思いする人いません。毎日お父さんお母さんに喜んでもらえること、今日みんなで話し合ったこととか、あ、なんかお父さんお母さんの顔見たらまた新しいの思いつくかもしれないよね。あ、こんなことも喜んでもらうかもしれないって。そしたらもうどんどんやっていきましょう。そして学校に来た時はお友達のために喜んでもらえることどんどんやりましょう。一つだけ注意してほしいことがあります。人に喜んでもらいたいと思って、例えばお友達が何か喜んでもらいたいと思って何かやってくれた時に、それを絶対に否定しないこと。なんだよお前急にそんなことやりやがってたとかは禁止。なんでかっていうと、今までやってなかったことをやるのはね、勇気いるよ。やっぱり今までできなかったことやるときってちょっと勇気いるのよ。例えば大好きっていうときにちょっと勇気いるでしょ。いるよね、やっぱり。それは男の子女の子同士でも勇気がいったりします。仲良くしてっていうのにも勇気がいると思うし、例えばいじめてるなって思ったときにいじめないでって間に入るのも勇気いるよね。だからみんな今までできなかったことをやるときにはその子が勇気を出している習慣だってことを忘れないでほしいんです。そうすれば今までできなかったことができるようにどんどんクラス中がなっていくから、みんなが大人になった時も忘れないで。そしたら世の中が変わるから。だって世の中作ってるのは僕たちだから。そうですよね。だって僕が仕事が楽しいって言ったら僕の子供たちはああ仕事って楽しいんだって思うわけだから。だから6年生のみんなが学校楽しいっていうふうに毎日学校に来ると5年生も4年生も3年生も2年生も1年生も学校って楽しいんだって思うようになって同じだから。だから男だし自分も今までやってなかったことをやるときには勇気がちょっと必要だってことを分かってあげて、優しい気持ちで、もしかしたら最初は上手に人に喜んでもらうことができなくてもありがとうって言ってあげられる、そんな人間になろうね。できるできる人、わあ素晴らしいですね。もうこのクラスからまずやっていきましょう。そして、最後にもう一つ、働くことは人に喜んでもらうことだってことは今日十分に分かったと思います。もう一つ、働くことってこんなことだよってことをみんなにプレゼントしていこうと思います。それは、働くことというのは夢を叶えることです。それが働くことです。例えば野球のイチロー選手、野球のイチロー選手はみんなと同じ小学校6年生の時から大リーグに行って大活躍して日本中の人に喜んでもらえるような選手になりたいと思って、だから一生懸命練習してきました。サッカーの本田選手もそうです。小学校の時からワールドカップでいい成績残してみんなに喜んでもらいたいと思って一生懸命サッカーしてきました。好きな浅田真央ちゃんもそうです。みんなが大好きな歌手の人もみんなそうです。だから夢を叶えることと働くことは同じなんです。でも世界的に有名なサッカー選手になってって言ってるわけじゃないです。夢の大きさは大きくてもちっちゃくてもいいんです。夢にサイズは関係ありません。例えば僕は最初に働いたのはマクドナルド、働き始めたのはアルバイトからです。アルバイトの時僕はどんな夢を持ってたかっていうと、アルバイトマネージャー、アルバイトなんだけどマネージャーっていうちょっと偉い仕事をやる人にとってもかっこいい先輩がいた。その先輩みたいになりたいっていうのが夢でした。だから誰よりも一生懸命ハンバーガーを作ったり床のお掃除をしたりポテトやお肉を運んだりしてました。誰よりも一生懸命やってたと思います。だから僕はマネージャーになりました。その憧れの人と同じ役職になったんですよ。そして僕はマクドナルドの社員さんの中に、社員として働いてる人の中にうわかっこいいっていう憧れの人がいて、あの人みたいになりたいと思ってマクドナルドという会社に入りました。夢だったからです。そして今度はマクドナルドの店長さんってすごい素敵な人がいて、あんな大人になりたいと思って一生懸命働いたんです。だから僕は店長になりました。どうです？ずっと夢が叶っていると思いません？そして僕の仕事はマクドナルドの仕事だったんです。だからマクドナルドのお客様に喜んでもらえたし、マクドナルドという会社からちゃんと給料ももらって結婚もできたし子供も生まれたし毎日幸せです。今は僕はマクドナルドから独立して自分の会社を作って講演家っていう仕事なんですけど、自分の今までの失敗談とか成功談とかこれからみんなに注意してほしいところとか、まさに今こうやって喋ってるような仕事です。もう一つやってるのは話し方の学校っていう話すこと、スピーチを教える学校の先生やってます。東條先生は僕の学校では生徒さんで僕は先生なんですけどね。そういうふうに仕事っていうのは夢を叶えることなんですよ。だから今みんなの中に夢があったらそれが仕事に変わります。でも夢は大きさが大きくてもちっちゃくてもどっちでもいいって言ってましたけど、もう一つ特徴があって、夢は1個じゃなくてもいいです。たくさんあってもいいです。欲張ったっていいです。でも欲張った分だけ頑張ることになる。しかも夢は変わっても構いません。小学校1年生の時に持ってた夢と6年生になった時の夢が違っててもいいんです。変わりますよね。人は成長するし、いろんな人に出会ったりするから。僕だってマクドナルドのアルバイトの時はアルバイトマネージャーが夢だったし、社員だったら店長が夢だったし、店長の後は今度はマクドナルドだけじゃなくて全ての人にメッセージを伝えられるような人になりたいと思って今仕事してます。はっきり言います。ずっと仕事が好きでした。今も好きです。いや、今が一番好きです。いつもそう思って働くことができます。それは自分が働くことは人に喜んでもらうことだっていうことを忘れずに働いているし、まさに今夢叶えてるんだって思いながら働いてるからです。僕も今も夢の中なんです。最高じゃないですか。夢を叶えることと働くこと、人に喜んでもらえることと働くことは全く一緒だってことを忘れずに、大人になったら働くだけじゃなくて今からできること、人に喜んでもらうことだったり、夢を自分の中で作っていくことだったり、その夢を書いてみたり友達に言ってみたりすることです。注意ポイントがあります。友達が自分の夢を言った時に絶対に否定したりしないことです。お前なんかプロ野球の選手になれるかっていうの禁止だって。夢言うの勇気いるもん。そう思わない。自分の夢言うの。でもね、大人の人たちは夢を諦めてる人がいっぱいいます。これはもう現実です。理由はたった1個なんです。そんなのできないって言われたから。たったそれだけです。だから自分の夢を大切にしてほしいんです。もしかしたらそんなの無理だっていう人にこれからも出会うかもしれません。みんなが中学校にいた時、高校にいた時、大人になってからももしかしたらそういうふうに言う人もいるかもしれません。でもそれはその人が悪い人だからじゃないんです。その人が夢を諦めちゃっただけなんです。だから一緒に諦めてほしいと思っちゃうんです。でもみんなは諦めない。絶対に叶うから、夢は。ただ一つだけ、夢は言ってるだけじゃ叶わない。一生懸命に頑張ってると叶います。夢がどんなに変わっても、なりたい仕事がどんなに変わっても、絶対に役に立つ生き方、それは何にでも一生懸命になれることです。鉄棒が大好きだから鉄棒を一生懸命やってる。サッカー好きだからサッカー一生懸命やってる。国語が好きだから国語の勉強を一生懸命やってる。何でもいいです。どんな種類でもいいんです。何かに一生懸命になれる人はどんな仕事についても人に喜ばれる人になれるんです。夢を叶えられる人になります。絶対です。嘘じゃないです。一生懸命は必ず大人になった時にみんなを助けてくれます。どんなに大変なことが起きても、どんなに悲しいことが起きても、一生懸命になれる自分があれば乗り越えられるようになるんです。必ず皆さんは夢を叶えられる、そんな大人になってくれることを信じて、今日の授業を終わりたいと思います。真剣に授業を聞いてくれて、そしてこれから夢を叶えて人に喜んでもらえる大人になってください。今日はありがとうございました。ありがとうございました。